さあ始まりましたバズッチャでございます。なすなかにし那須でございますけども、今日はね体育館の方に来てるんですけども、本当にね不審者怖いのよ不審者感が過ぎんのよ。大体オープニングは一緒に立ってるもんなのよ。何をフラーと来てお前カメラ覗いて、なんかやってんじゃん。たまにいるけどおじさんそういう人あオープニングですね。オープニングなんですよ。さあ中西さん、今回童心に帰ろう企画第2弾でございますね、うん、はい、今回知ってますかね、 SNS でもバズっていた人気のおもちゃ、うん、フライングライトボールで遊びます。フライングライトボール、そうなんです。これなんですけどね、すごいバズってるんです、このおもちゃ自体は。知ってんの？僕これ買ったんですよ。うちやん。ただ1回もまだ1回電源つけて、うん、はぁーって言って終わったんですよ。やれよまだ何か分かってんよ。いや家の中はほら狭いから、俺と、まあね、私の家は狭いし犬もいるからさ、はいはいはい、何するもんなの？要はこれほら、うん、あのプロペラついてるじゃないですか、うん、こいつがブーン回るんですよ、はいはいはい、ちょっとしたドローン状態になるんですよ。飛ぶってこと？だからこう浮遊力が増すというか。おそうそう。どうやってやるの、うん、どうやってつけるの？ここポチあるやん、うん、ポチ分かれへん。これプチあるから。俺が持ってるやつと違うな。どういうことよこれ。分かれへんな。分かれへんな。別のスポーツにしたいと思うんだけど違うねん。違うねん。いや分かれへん。どないすんねんな。この番組はおじさん芸人なすなかにしが若者人気を獲得するためネットでバズるを目標にいろんなことをするロケ番組です。今年 SNS でも話題になった空飛ぶおもちゃフライングライトボール。アップの横にある小さなボタンを押せば電源が入り、振ると動き出します。振るんだ、振るんだ、くって。ああ、怖い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 。ほら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 、大丈夫？ほら、浮遊感あるやろ。浮遊感あるやん、浮遊感。どないすんの？これな、投げるんじゃなくて、押し出すように投げるのよ。戻ってきますから。これが？うまいことやったら。せやん。戻ってきたらかっこいいから、頼むから。何してんねん。いらんねん、いらんねん、いらんのよ、いらんのよ。いやー、おもろない。それ、ハンドの時も見た気がする。いらない、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 誰も見てない世界で一番おもろないで世界で気に入ってたんや、うちの相方あのボケ。ごめん、ちょっと、できへんかった。いや、できへんかった。え、何？斜めに押し出すの？斜めに押し出す、スーンって戻ってきた、かっこいいやんか。はい、頑張って頑張って、よし、よいしょ、残念残念。なんやねん、おい、フライングボールで虚無感出すな、お前おい、これいけるか？やってみて。いくで、うん、ええ、ああ、惜しくない？なるほどね、わかった。あ、いける、いける、いい、ずるるるみたいな。あ、楽しい、楽しい。なに、いけてんの？楽しい。あ、惜しい、惜しい、危ない、危ない。よし、ちょっと集合。ちょっと、これ何がバズんの？な、何がバズんのこれ。え、自分で投げて自分で取りに行ってウィーン言うて、いや、バズるから。バズらへんよ、こんなもん。こっちや、こっちや。そっちか？こっちや。何がバズんねん、こんなもん、お前。さっきこれ投げた後に、お前、靴投げても同じやで。靴と一緒やで、軌道。ねえさん、靴でやっといてよ。靴で一緒や。はい、はい、はい、来た。あ、俺に分かってきた、俺分かってきた。
あ、俺もちょっと分かってきた。やかましいわなあ、やかましいわお前、こんなもんお前絵がかわいそうすぎた。絵がかわいそうすぎた。これ何してんねんこれなあ、変われへんから靴投げてんのとお前。ここで取扱説明書を確認。ブーメランみたいに戻ってくるのは、うん、起動させた状態でアップを上にしてボールを持ち、うん、約30度上に向けて投げる。なるほどね。長井さんこういうのうまいから今いけるな。おうおう、よっしゃ、それ取ったらいい。やばいやばいやばい。 それの距離を増やしたいね。なるほどな、ケツ浮かさなかった。そう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 、そのまま真っ直ぐ、それでもう取れるやんか。あ、なるほど、なるほど。取れよ、ちょっと取れよ。よっしゃ、上を取れよ。高く取れよ。戻ってくれねえから、俺は。なんで富山の寿司食うたるからだよ、お前。戻ってくれ。なんやねん、帰り富山の寿司食ったるからなって。それは知らんけどやな。これおもろいな。面白いねんって、マジで。で、まっすぐ飛ばすのは逆に、うん、アップを上にして下に向けてまっすぐ投げるとまっすぐ飛ぶやで。これおもろいな。あ、なるほど。じゃあまっすぐやってみる。うん、あ、まっすぐやってみよう。このまま行くってこと。そうや。おお、惜しい惜しい惜しい。今ちょっとこうこっち行ったね。ちょっとね、曲がったね。うん、あ、かわいい。おい、惜しい惜しい。ちょっと戻ってんな。30度はこの辺やろな。ああ、ちょっと今のもだから横になってんやろな。おいしょ、もうとんのめんどくさいこれ。拾うのめんどくさい。おい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 、ちぇ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 、この隙狙って甘えてくんなお前。今やじゃないね。今甘えれるじゃないのよ。今じゃないの。違うのよ。今じゃない。これマスターしたいな。いや、マスターしよう。ちょっと上脱いでいい？はい、あかん。あかんか。おし。お前行こうか。と、ここで。え、バッテリー切れた。え、バッテリーって何？これバッテリーやね。充電やね。うん。でもなんか、充電の時間ちょっともったいないから、今なんか1個だけ充電しといて。うんうん。うん、なんか、こっちで今できてますよ感出すわ。ああ、その方がいいかもしれない。そういう充電頼んで。ああ、なるほどな。うん、クロコみたいにするから。はい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 、はい、うん、あるね。うん、もういけるかな俺、これやるの初めてやねんけどな。い、うん、くよ、うん、はい、よいしょ。ああ、行ってるね。めっちゃ行くなこれ。すごいやん。わあ、すごいすごいすごい。あんなに飛んで帰ってくんねや。へえ。ああ、やばいやばいやばい。うわ、あれあれ、俺あんなんできるようになってる。ああ、最後おもんな。最後もおもんなかったな。こういうことせんと今日これだけやろ。あのフライングライトボールを充電中にほら先ほど買いましたよね。お、駄菓子屋さんで、あれ飛ばすもの、あんなもんいっぱい飛ばすもの。やろうや。いや、誰の話聞いてんの。な、喋ってんの俺やで。俺の方が誰かいたみたいになってるけど。やろう。充電中、脱いだか。脱いだか。実は前回、レトロな駄菓子屋さん村井商店にお邪魔した時に懐かしのおもちゃを購入していたんです。懐かしいね。いや、うちお寺やったやん、実家。うん、その本堂でよく飛ばさせてもらったよ昔。ああ、ガージようやってくれてたの、親戚のおじさんが。お寺森内から。あの時な、思い出すよ、いろいろと。あの時、うん、おじちゃんのズボンサイズ小さかったな。思い出ださ。これもできたよ、俺めっちゃかっこいい。どうもできてるし。よし、これ、うわ、懐かしい、こんなんやったな。あ、それ絶対楽しいやん。めっちゃ飛ぶやん。こう、そいつ頑張ったよ。行くで。うん。え？いや、もう嘘やろ。おい、嘘やろ。もう遊ばへんやん。背の高い方。ちょ、嘘やろ。背の高い方。なんだ。そんなことある？
綺麗な子を描いてやで、ね、お前持ってるわ。持ってるな、よかったな。一応こっちも飛ばしとく。長谷さん飛ばしときもかこれ、うん、あ、めっちゃ可能性あるやん。なるほど、なるほど、すごい。ちょっとすごいやん、これめっちゃおもろいな。あ、うわうまっ今のめっちゃかっこいいやん。めっちゃかっこいいな。手首やで、手首。あ、ほらほらほら、おーすごい、ほら、あ、すごい。こうやって遊ぶのよ。こう、これを遊ぶんやん。こう描いてやるのが多分本来の遊びやねん。あ、なるほど、普通に飛ばすだけじゃない。そう、そういうことやねん。この上に向かってシュッてやったらグッて回るから。あ、そう、ちょっと斜め上にこうやって。あ、ほんとや、ほんとや、ほんとや。いや、すごいな。いやいや、いや、すごいねすごいね。ゴール周りめっちゃ強いやん。いや、すごいね。フライングボールの充電ができましたので、はい、うん、ここからは的当て対決。よっしゃ、やろう。はい、倒した紙コップの数が多い方が勝ち。なるほどね。どっちからやる？先行する？いや、高校やろ。高校。俺。うん。うん、俺から行くわ。うん。ここからね。うん。当てることを。俺ここおるのあり？なしやろ。え、何の提案それ？絶対なしやで。なし。よし、ないだろ。結構でも遠い気すんねんな。遠いのよ。うん。よし、行きますよ。はい。ああ、ほら、力んだらこうだろうね。なるやら。結構やっぱむずいな。ここやんな。うん。行くよ。うわあ、ほら、力んだやん、それ。今のあれか、ちょっと届かそうと思っちゃうとやっぱ無理か。そう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 。だからもう不安でいいねん、不安で。ほら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 。なるほどな。あ、うん。こんなんやったら、うん、ああやって曲がっていくということは曲がって倒しゃいいんちゃうん。曲がって倒したら、それはあのバナナシュートみたいでかっこいいよ。なあ。うわー、惜しい。うわー、今の赤ポーンってなってたら。なあ、むっちゃかっこよかったよな。3投目は両者ともに外し、迎えた4投目。当てる、うん、もう当てるよ。おい、ちょうど、しかもあのカメラにパーンやで。やりよった、めちゃくちゃかっこいいで、パーン。俺先行やから次当てれんかったら終わりちゃう。うせやん。3個か1個かで。さあ、次回のバズチャーですね。ちょっとちょっとちょっと何かいるて何かクソーとか何かいるてそんなじわっと終わったらあかんて。でもパーンは見たかったけどね。 なかなかやったな。やっとこうか、黒子で。いいっすか。もうじゃあ本当に、あ、ちっちゃい黒子、黒子、今日もありがとうございました、はい、では、いきます。おりゃすごい子を描いて、いや、あー、すごい、あんなとこまで行くんや。おわー、すっごい、フライングボールってやっぱすげえな。うわー、あかん、逆に離れてってもうた。あんな感じなんねや、フライングボールって。さあ、あー、すごい。あ、こっからひょっとして、こっからひょっとしてちょっとスピードがついて。うわうわ、すごい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 。うわー、これで当たる。おもんな、おもんな。うわ、ギャグ漫画のこけ方。おもんなかった、最後。尺にビビれ、お前。どんだけ尺使って起きんねん、お前。楽しかった。楽しかった。もしよかったら皆さんも遊んでみてください。やってください。それでは、また。ゆっくりでいいですね。レトロなおもちゃで遊ぼう。未公開シーンを公式 YouTube で公開。そうそうそう、チェックをお願いします。